主人公を演じられてどのような印象でしたかあすごく楽しかったですあの本当に、えっと、不遇な状況に置かれても屈せずにもう屈強に立ち上がってへこまずにあの立ち向かっていくところが本当に面白くてかっこよくもあり私のあの やってきた役の中で、一番性格悪いと思います。それがすごく気持ちよかった <laughs>。あの、この作品では仕返しっていうワード、キーワードになってくるんですけれども。実生活で仕返しするっていうことはありますか、のんさん。あ、あります。そんな佳代子みたいに、ド派手な仕返しはできないんですけど。あの、ちょっと、なんかこう。 声をファルセットにして、なんかこう <laughs> 言い返したりとか。そしたらあんまりこう。相手に伝わらずに言うことだけはできるっていうのをなんかやってますね。その技術を日々あの高めてます。<laughs> ファルセットで仕返し、ファルセットで仕返しすれば誰も傷つかない。自分だけが満足できる。 ごめんなさい。ちょっとれ,れおすすめなんです。<laughs> おすすめのやり方です。<laughs> あの続いていきましょう。わ<あ>かりづらいかな。わ <laughs> かりづらいですか。裏声使って。あんなテメェってことですか。ちょっとうるさいですとか。<laughs> かわいいじゃないですか。<laughs> そう。なんかうまいこといく。えっとこの私にふさわしいホテルのかよこ役の中島かよこって書く。 書かせていたただきましたあの私、本当に性格悪い役っていうのをずっとやりたくて、いろんなインタビューで言いまくってたんですよ、でも誰もなんか気づいてくれないなっていう感じで、あんまあの来なかったんですけど、やっと来たかっていう感じで、下克上しました、このこれからこれから悪い役で天下取っていきます。<laughs>